おばさん藤沢周平おねは死んだ亭主が下駄職人だったので鎌倉貸しにある履物屋羽生屋から下駄草履の尾を作る内職をもらい細々と暮らしている5日に一度おねは出来上がった履物の尾を 風呂敷に包んで背負い、羽生山で運んでいく。路地の井戸のそばを通りかかったおヨネに、同じ裏棚の昭介という男が声をかけた。これから帰い、おヨネさん。ええ。おヨネは声をかけられて。 夢から覚めたように井戸端を振り向き、そこに章介と章介の女房のおとみがいるのを見て、かすかに笑いを返した。ゲーちがねえな、あ、およねさんよ。章介は足を洗いながら、ちらちらとおよねを見た。章介は日雇いである。 まだご亭主が忘れられねえのは無理もねえがよう死んだ人をいつまでもくよくよ思い詰めるのはよくねえぜご亭主が恋しくて眠れねえなんて時はおいらを呼びないつでも慰めに行ってやるぜおヨネはまたかすかに笑って しかし返事はしないでそのまま木戸をくぐって外に出て行った。かがんで足を洗っている祥助の尻をとみは思いっきりつねった。行ってててと言って祥助は背を伸ばした。何を仕上がるこの雨。あんなことを言うもんじゃないよ。なんで 何のことだいご亭主は恋しくなったからなんてさ口が軽いったらありゃしない何怒ってんだい祥亮は口をとがらせたずっと塞いでいるからよ近所のよしみで元気づけてやっただけじゃねえか。 てめえは冗談もわからないのかよ冗談も人によりけりさおよねさんのような生真面目な人にあんなこと言うもんじゃないよ恥ずかしいそれにもしも本気にされたらどうするつもりさえっへへへ庄介は犠牲をあげ 今度は小だらいに水をくみ上げて顔を洗ったそして立っているお富の前かけをたくし上げて顔を拭くと言った「おめえ焼いてんのかい?」「ばっかばかしい」とお富は言ったそんなんじゃないよ安心しなって 康介は路地に人目がないのを見定めてさっとお富の尻をなでたそしてお富は持っている鍋を取り上げて家の方へ歩き出した「俺があんなばあちゃんを相手にするとでも思ってるのかいこんな若くて美人のかみさんがそばにいるってのによ。 いい気なもんだよ。とみは肘で柔らかくす助の脇腹をつついたす助は32でとみは27であるす助は女房の尻をなでたことでなんとなく今日の仕事の疲れを忘れたような気分になっている2人はまだ若かった 日暮れ時でもう人も出ていないのを幸いに二人はもつれ合うようにして路地の奥まで歩き家に入ったお米が三島町の裏棚の近くまで戻ってきたのは六つ半近い頃だったついこの間までは まだ外に子どもの姿が見えた時刻なのに、少し秋めいてきたと思うこのごろは、陸藩というと、辺りは気味が悪いほど暗くなる。懐に、羽生屋でいただいた金がある。お米は急ぎ足に歩いた。だが、鍋町の通りを横切って、 家に近くなるとおヨネは足取りを緩めてノロノロと歩いた誰もいない家の暗い部屋が目に見えたような気がしそんなに急いで帰ってもしょうがないと思ったのであるおヨネは今度正月を迎えると主従になる若い頃二度身ごもったが 二度とも流産しその後も子供は生まれなかっただが亭主の金蔵が生きている間は子供がいなくてもさほど寂しいと思わなかったし自分が間もなく始終になるなどということを考えたこともなかったのである金蔵は頼りがいのある男だった 無口な働き者だったが子供を産めなかったおヨネを羽でかばうようにいたわるところがあった余分の手間が入れば芝居にも連れて行ったし町の祭礼や春の花見にも連れ出したおヨネは金蔵の羽の下で不足なく暮らしてきたのである だが金蔵はふっと引き込んだ風がもとで数日高い熱を出したあとあっけなく死んだこの4月に周期を終わったばかりである金蔵が死んだあとお米は雲を踏んでいるような気持ちで毎日を送ったがその気分は1年以上過ぎた今も まだどこかに残っていた。一人で飯を作って食べてもしかたない。そう思ってふっと飯を抜いたりする。今もお米はそう思っていた。暗い家に入って火をともし台所に立つのがたとえようもなくわびしく思えてくる。 金蔵が死んでからおヨネは笑いを忘れる女になった。裏棚の人たちともめったに話をすることもなかった。そういうおヨネに気遣って裏棚の女房たちは初めは何くれと面倒を見気を引き立てようと努めたがおヨネが穴から出ようとせず 無理に仲間に入れようとするとかえってつらそうにするのを見るとだんだんに手を引いたどこの家でもそれぞれ手に余るような自分の家の事情を抱えていておヨネ一人にかまけていることもできなかったのだだがおヨネにはその方が気楽だった 出来上がった仕事を夕方になってから運び出すようにしたのも、その方が裏棚の人たちと顔を合わせることが少ないと思ったからである。それにしても、今日は帰りが遅すぎたようである。およねは軌道をくぐったとき、ほっとした。あちこちの家から火の色が漏れているが、 路地には人の気配はなかったおよは急ぎ足に路地に入ったそして井戸のそばを通り抜けようとした時羽生屋で借りたちょの明かりの先に何かが動いたような気がしたぎょっとしてちょを差し向けると井戸のそばに人が 倒れているのが目に入った若い男のようである「そこにいるの誰?」およねはこわおわに呼びかけた「本当はそのまま知らぬふりで行き過ぎたかったのだがそうすることは余計に怖く仕方なしに声をかけたのである」。 お米は声が震えた膝も少し震えたすると倒れていた男が腕を突っ張って体を持ち上げるとお米の方を見た水をくみ上げてのみでもしたらしくそばにつるべのおけが転がっている裏棚のものではなかった お米が考えたよりもうんと若いまだ二十歳ぐらいの男だった男はこれもお米が考えたのとは違って心細げな声で言った「怪しいものじゃありませんどなたか存じませんが食うものを少し分けて」 「いただけねえでしょうか」おヨネは飯をむさぼりくっている男を眺めながら時々「そんなに慌てないでゆっくりお食べ」とか「ほらこぼれたよ」とか言った男は見苦しいほどガツガツと食い物をむさぼっていたが 汚れた身なりに似合わずきちんと膝をそろえて座りしつけのやかましい家に奉公していたことがうかがわれた顔もキリッと引き締まっている夕夜にやって着るものを着替えさせたら見苦しくない若い衆になるわ」。 小嫁は女の目でそんなふうに若者を品定めした3杯食べて男はまたおずおずと茶碗を突き出したその動作にやっと人心地がついた感じが出てきた飯をよそってやりながら おはさっき話が途中になってしまったことを聞いた「そして親方さんの親戚を訪ね当てていったらどうしたって?」「はいすれ違いでした親方はしばらく田舎に引っ込むと言っておかみさんと娘を連れて実家に帰ったそうです」 田舎へどこ小田原です数日前に深川のひょうたん堀のあたりで火事があったことはおよねも耳にしている三原町から元町の一帯にかけて三十軒ほどの家が焼ける大火事だった たき吉という名前のその若者はその時の火事で焼け出されたのである元町の桶屋で働いていた職人だった風があったので火はあっという間に燃え広がり物を持ち出す暇もなく町の者は身一つで命ガラガラ逃げた その時に忠吉は親方の家族とも他の奉公人ともはぐれてしまったのである一夜が明けて焼け跡に戻ってみたが知っている顔は見当たらず親方の行方は分からなかったその心細さは例えようがなかった しかたなく忠吉は大家をたどったり、おけを届けて顔見知りになっていた得意先を訪ねたりして、一晩の厄介になったり、食い物を恵んでもらったりした。どこでもいい顔はせず、二晩とは止めてくれなかったが、とにかくそうして食いつないだ。 その間に何度か焼け跡に行ってみたが親方の家族にも奉公人仲間にも会えなかった他の家はぼつぼつ焼けた跡を片付けて建て替えにかかっていたがお部屋の跡はそのままだったそうしているうちに 尋ねて行った得意先の主人が親方の身寄りの者がなぎ原の南に住んでいることを教えてくれたのである「小田原っていうと遠いね」とおよねは言った「どうしてまた急に田舎に引っ込む気になったんだろう」。 親方は病気持ちでしたからそれに家も仮棚で自分の家じゃなかったそうでその気になったのかもしれません。こうしてはいられないと忠吉は思い今日は朝田という通いの職人がこの三島町の辺りに住んでいたのを思い出し たねてきたのである朝田を訪ね当てて仕事を世話してもらうつもりだっただが朝から足を棒にして探し回ったが朝田の家は見つからなかった食い物を持たず朝から水ばかり飲んでいた佐々木はこのおろじに入り込んで井戸の水を飲むと そのまま倒れてしまったのであるお前さん家はどこなのはい身の輪に家がありましたが親が死んだもので今は戻るところはありませんそう親も家もないの およねは胸の中で何かがことりとうとう立てたのを感じながら言った「私にも子どもがいたらこの若者ぐらいの年になっていただろう」「あんた年はいくつ ?19 です」でこれからどうするつもり 仕方ありません。明日また浅田さんの家を探します。今夜はどうするのおゆねがそう言うと忠吉は飯を終わってお茶を飲んでいた手をはっとしたように舌に下ろして茶碗を盆に返した。ええ。 なんとかなりますよ忠吉は我に返ったように膝をそろえ直した「すみませんでしたおかみさん厚かましくお世話になっちまってご恩は忘れませんそれじゃあおいとまします」。 仕方ないねお米は立ち上がりながら言った。あんたもかわいそうだけど見ず知らずの人を止めたりしたら亭主が戻ってきてびっくりするだろうしね。お米は嘘をついた若者の人柄はおよそ見抜いたつもりだが。 やはり赤の他人である油断はできなかった何度も礼を言って忠吉という若者が出て行った後お米は戸の内側に立ったまま耳を澄ました少しずつ足音が遠ざかりその後を追うようにかすかに風の音がした およねはその風の音が自分の胸の中にも吹き込んでくるのを感じまたひとりぼっちになったと思った遠くで木戸が閉まる音がしたたき吉という若者は几帳面な男らしいその音を聞くとおよねはふいに 弾かれたように戸を開けて外に走り出した。裏棚を出ると細い路地が隣の富山町との間を南に抜けていてやがて表通りに出る。黒い人影が重い足取りでその路地を歩いていたがお米が呼びかけると立ち止まった。 追いつくとおよねは息を弾ませながら言った「一晩だけ止めてあげるよそして明日その朝だとかいう人の家を探せばいいじゃないかねそうし忠吉を茶の間に寝かせてから」。 およねはあんどんを台所に移してひっそりと遅い飯を食った。仕事が見つかるまであの子を置いてやったって構えはしないのだ。大家に断りを言い近所の者にも訳を話さなければならないだろう。ひどくおっくうな気がしたがたとえしばらくの間にしろ。 気持ちの素直そうな若い男が同じ家の中に住むことを考えるとおよねは気分が軽く弾んでくるのを感じた一人でいるよりはいいこれまで亭主に頼りっきりできた自分が誰かに頼られるということも 気持ちよかった。おヨネは時々物を噛むのをやめて茶の間から聞こえてくる軽いいびきに耳を澄ませた。安心して眠っているそう思いながらおヨネは自分でも気づかずにかすかに笑いを顔に浮かべた。 田という元の職人仲間が見つかったのはそれから半月ほど経ってからだったそれで今日早速に仕事を世話してもらったんだ帰ってきた忠吉は元気よくそう言った浅田は通い職人だったので それまで通っていた忠吉の親方の家が焼けると執着しないですぐに別の仕事先を見つけた小網町にある桶安という大きな店だった忠吉が訪ね当てていくと浅田はすぐに仕事先の桶安に連れて行き親方に引き合わせて 腕のいい職人だから頼むと言ってくれたまあ当分は見習いということで手間も安いけどさこれでおばさんの居候をせずに済むよ俺心苦しかったんだそれはよかったじゃないか お嫁は言った。だがこれで忠吉が出ていくのかと思うと寂しい気がした忠吉をしばらく家に置くと決めるとおよはすぐに大家の新左衛門を訪ねて許しをもらい手続きを取った忠吉が元住んでいた町に身元を正すのに ちょっと手間取っただけで新左衛門は簡単にお米の願いを許したそれが済むとお米は隣近所の女房たちに訳を話して回った「そんな若い人を一緒に住まわせてお米さん大丈夫かい?」などとからかう女房もいたが 「本気でそう言ったわけではなかった」「そして誰しもが内心では若い男であれ女であれ誰かがおヨネと一緒に住んでやるのはいいことじゃないかと思ったのである」「おヨネはまだ四十前なのに亭主に死なれてからは急に ふけ込んだようになってはかばかしく物もしゃべらずに人を避ける様子なのを裏棚の者たちは陰でずっと気遣っていたのである若い男をしばらく預かるという中身はともかく裏棚の女房たちはおヨネがそうして 人前に出てきてしゃべる気になったことを喜んでいた。若い男なんて大丈夫かいと言ったのはそういうおヨネに対する景気づけだった。誰もそんな心配などしていなかった。おヨネは醜いというほどではないが 若い自分から十人並みにやっとの器量の女だったのだ。金蔵に死なれると髪に白髪が混じり顔には小じわが増えた背丈もなく小太りの女である。だがおよねにしてみれば裏棚の者たちにそんなふうに思われはしないかということが。 一番心配だったのであるお米はやっきになってそんなふうに言わないでおくれと頼み預かると言ってもたき吉という人に仕事が見つかるまでのことだからと言い訳したのだあっけなくその日が来たのだとお米は思ったそれです その樽安とかいうお店に住み込みになるんだろうね。<laughs> おけやすだよおばさんと忠吉は笑いながら言ったところがそうはいかないんだ大きなお店だけど住み込みの若い連中がいっぱいいてね遠いところじゃないし 通いにしてくれと言われとわたんだ。お「おやそうかい」とおヨネは言った。びっくりしたように目を見張った。「そうなんだだから稼ぎの手間はちゃんと出すからよ。当分はこの家に置いてもらえないかな。いいよ」とおヨネは言った。 それなら当分このままでいたらいいよ。でもそうなると近所の人たちにもう一度断りを言わなくちゃいけないね。およねは考え込むようにちょっと顔にしわを作ってそう言ったが胸の中は喜びでいっぱいだったのである。 ただ父は毎朝お米が作った弁当を手に下げておけや康の店に通うようになった。お米は戸口の外まで出てた忠吉を見送りその姿が軌道をくぐるのを見届けると晴れ晴れとした顔で家の中に戻って勢いよく掃除を始めるのである。 秋が深くなった。裏棚の女房たちはおねから事情を聞いているので毎朝のおねの見送りを冷やかす者もいなくなったがたまに冗談を言う「まるで親子じゃないかおねさんよ。それなんだけど」。 およねは女房たちにそう言われるといくらか気恥ずかしそうな顔で言うのだあの子は手に職を持っている立派な職人だしこっちからは何とも言えないけどねあの子がこの家に着いて嫁でももらう気になってくれたらどんなに いいだろう、なんて考えちゃってさ情が移るっていうのかね私も最初の子を産んでいたらちょうど忠吉さんぐらいの年になっているものね忠吉が珍しく酒を買ってきたのは 小柄しめいた風が吹く夜だった「うわ、寒い寒い」「忠吉はそう言いながら家の中に入ってきたが台所にいるおよねを見ると手に下げていたとっくりを突き出した」「きょうはちょっといいことがあってね酒買ってきた」 おいやいいことってなんだろうおよねはとっくりを受け取りながら言ったそいつはあとで話すよそうかい茶の間に入る忠吉の後ろからおよねは声をかけた「こえやはあんたの好きな湯豆腐にしたよそいつはありがてえ。 じゃあ湯豆腐で一杯やるかという田崎吉の声が聞こえた家の中に人がいるっていうのは本当にいいものだおよねは味噌汁に入れる青菜を刻みながらそう思ったついこの間まで飯などを食ったり食わなかったりしていたことが 夢のように思われる今は飯を作るにも家の中を吹き吐きするにも張り合いがあるたとえ他人でも一人でいるよりはいい近所の女たちにはあんなことを言ったがお嫁はまだ忠だ吉に用子話を切り出していなかった。 譲ってやる財産一つあるでもない身分でそんな話を切り出してただきちに逃げられでもしたらどうしようと思うのだ忠だ吉は真面目な働き者で近所の人たちにも褒められているそれだけにお米は余計にその話を出しにくかったそんなことを言い出して 「笑われたらどうううしようと思う笑われるだけならいいがそれは話が違うとさっさと出て行かれたりしたら立つ瀬がないそれぐらいなら他人のままで親切なおばさんと思われて一日でも長く一緒に暮らす方がいい」。 忠吉はこの家をいつか出ていくだろう。養子話などむしろその日を早めることはない。とおねはとどのつまりいつもそう思ってしまうのである。おばさんも一杯やれよ。と言って忠吉はおねにきを刺した。 私,私はダメ。お米は手を振ったお酒なんか飲んだことないものそういう人が案外酒に強かったりするもんだぜただ吉は無理にお米にきを持たせて酒を継いだ酒を受けながらお米はいった それよりいいことって何だったの聞かせておくれなうんそれだよ忠吉は急に座り直したおばさん喜んでおくれ俺今日本雇いにするって親方に言われたんだまあ 手間もぐっと上がるし仕事だって古おの直しなんかはやらなくて済むんだまあよかったことみんなおばさんのおかげだよ食わしてもらって着物を作ってもらって第一あの時助けてもらわなかったら 俺今ごろどうなっていたかわからないもんなおかげなんてことはいいよでも何しろよかったじゃないかそれじゃあ私も飲まずにいられないねおねはそう言って一口酒をすすり込んだがたちまちむせて を置いた忠吉が慌てて立ってきてお米の背をさすったせきが収まってお米は笑い出したそしてこんなに大きな声で笑ったのは本当に久しぶりだと思った忠吉も笑いながら自分の座に戻っていった ほんの一口でこれだからなすまないねと米は言っただが忠吉は自分で酒を買ってきたくせにそれほど酒に強いわけでもなさそうだったいいかげんに飲むと真っ赤な顔になった を伏せた。ごはんもらおうかなああ、はいよおよねは機嫌よく飯をよそったあのことを切り出してみようかと思ったのはそろそろ飯が終わりに近づいた頃だった酒を飲んだせいか忠吉はいつもより食べず おより先に飯を終わった。その忠吉のために食べるのを途中にしておねはお茶を入れた。ねえおねは忠吉の顔色をうかがいながら言ったひょっとしてあんたにその気があればのことだけどなんだよおばさん。 やっぱり言うのをやめようか恥かくだけだから変だな忠吉は茶をすすりながら目で笑った言いたいことがあるんなら言いなよ俺に遠慮することはないだろうあんたらねえ お米は清水の舞台から飛び降りるつもりで言ったこのままこの家の養子になってくれたらどんなに嬉しいか知れないんだけど嫁をもらってさあ私と一緒に暮らしちゃもらえないだろうかねた忠吉はうつむいた。 ダメかね、やっぱりいや少し考えさせてもらうよ顔を上げてただきちが言った今度はおねの方がうなだれて残っている飯をかんだやっぱり口に出すんじゃなかったと思ったつい 図に乗って行ってしまったが元を正せば行きずりの他人に過ぎないのだ明日にだって「お世話になりました」の一言で行ってしまうかもしれない人なのにその後悔はその世を床に入ってからも続いたおよねはしばらく眠れずに 路地を吹き抜けてゆく木枯らしの音を聞いた。だがいつの間にかうとうととしたらしかった。胸を押されたような気がして目覚めるとそばに人がいた。およねは手足をやわらかくからめとられていた。誰 およねは恐怖にかられて手を振り払おうとした冷めた頭に騒然と木枯らしの音が飛び込んできたおよねの胸に顔を押し当てたまま男が言った「俺だよおばさん忠吉さん あんた何してるのお米はようやく自由になった片手で男の顔を押し抜けようとしたが忠吉はますますぴったりとお米の体に抱きついてきた濃い酒の香りがお米をわくら乱させた「あんた気でも狂ったか?」。 こんなおばあちゃんをどうするつもりだねおばさんたき吉はお米の胸に首を突っ込んだまま言った嫁なんかいらないよおばさんだけいればいいよバカなとお米は思ったこんなことをしたら 近所の笑い者になるおよねは必死にあらがっただが若い男の力にはかなわなかった忠吉の手でひもをすべて抜き取られた時およねは力を抜いたおよねは胸の上に重く乗っている忠吉の頭を抱いた たき吉の頭を抱いた時お米はふっと生まれなかった子供をかき抱いたような気がしたお米は目を閉じて男のするがままに任せた木枯らしの音が遠ざかっていったお米はきれいになった 肌に艶が出て髪を染めたのでずっと若返ったようになった着るものも小綺麗になって前に年寄り老けたように見られた頃に比べると別人のようだった無論裏棚の女房たちには何があったかとっくにお見通しだった た忠吉を見送るお米を見ても親子みたいだなどというものはいなくなったお米さん近頃若返ったじゃないか女房たちは多少羨ましい気分も込めて皮肉を言うだがお米は動じなかったあらない 言ってんだかけロリと言い返して家に入ってしまう「いつまで続くものかねえ」と女房たちは陰でこそこそと評判した無論おヨネも「いつまで続くものだろうか」と思っていた忠吉はいずれやはりこの家を出ていくだろうそれはひょっとすると 明日のことかかもしれなかった。親子ほども年が違うんだもの仕方ないよ」とおよねは思っただがさしあたっての今日は幸せだった「あの子一体どうするつもりなんだろう?」 内職の手を休めてお米は忠吉のことを思い浮かべふっと一人笑いをしたりする冬が来て過ぎていったが忠吉はまだお米の家にいたその家から時々二人の嬉しそうな笑い声が漏れてきて通りすがりにその声を聞いた人は 首をすくめてベロを出したそして春になった時その女が裏棚に戻ってきたのである夜のおかずを買ってお米が裏棚に戻ってきた時忠田田吉と女は 井戸のつるべのにたっていたお米は気づかないふりをしてその横を通りすぎたすると家の前に日雇いの祥助の女房が立っていた「あんなことをさせといていいのかい?」。音美は太い腰に両手を当ててお米を見るとぐいっと井戸の方に 顎をしゃくった。「お富の丸顔は怒りで赤くなっている」「そういうお富をお米はおずおずと見る」「あんなことってあの泥棒猫が目の前であんたとこの何をさらいにかかっているじゃないかなんとか言ってやんなくてもいいのかってこと」。 何か言うって言っても途方に暮れたようにお米はつぶやいて顔を伏せた忠吉と一緒にいた女はお春という名前で年は十九裏棚の一番奥に住む左官の手間取り神武衛の娘である十五の時に男をこしらえて家を飛び出し それからずっと男をだましたり男にだまされたりして親を泣かせてきた娘だった。誰が父親かわからないような子供をはらんで今にもこぼれ落ちそうな腹をして戻ってきたこともあるし病気になったところを男に捨てられたとかで。 トイタに乗せられて家に担ぎ込まれたこともあるそのたびにジンベイと女房は見るも気の毒なほどうろたえて走り回るのだが娘の方はケロリとしたもので体が元に戻るとしれっとした顔で路地を歩き回り 裏棚の男たちにこびを売ったりするのだ。お春は深川のバスへで飲み屋の女中をしていると親たちは言っている。なあに女中なもんか。裾継ぎあたりで女郎をしてたって聞いたよ。などと陰口を聞く女房もいるが。 そういうい商売の波に現れているだけあってお春は身なりも物言いもあか抜けし顔も鬼瓦のようなジンの娘とは思えない目立つほどの気量をしている印龍娘の聞こえも高いのに目は黒々として輝くような肌を持ちますます 色っぽくなる一方だったそういうお春に声をかけられて仏頂面をする男はいない裏棚の大概は女房持ちの男たちがつい方の肉を緩めてお春を相手に冗談口を叩たき後で女房に尻をつねられたりする。 冗談を言い合うぐらいならまだいいがお春は一度紐の職人の文助にちょっかいを出したことがあるたまりかねて文助の女房がお春の家に乗り込んでいったがこの時のお春の深川仕込みの短歌がものすごかった文助の女房も気の強い女で あの小娘一度ぶったたいてやる」などと息巻いて出かけたのだが手を上げるどころか言い負けて泣きながら自分の家に駆け込む始末だったのだお春は今もちょくちょく家に戻ってきては裏棚の男たちからは色目を使って喜ばれ女房たちからは ののようにいわれているるである「そのお春が今度は忠吉に目をつけたのであった」「路地でこそこそ話しているだけではなく町の外で2人が肩を並べて歩いているのを見たよ」とお米に告げ口をする女房もいた。 子たちはお米が年がえもなくただきちとおかしな仲になったことに眉をしかめていたがどこかでこの二人の取り合わせを滑稽にも思っていたのであるだがお米に散々世話になったただきちがよりによってお春のような女とくっついていよいよ おヨネを捨てる気配が見えてきたことには本気で腹を立てていただからってどうしようもないじゃないかおヨネは一人で夜の飯を食べ終わり台所の片付けにかかりながらそう思っていた忠吉はあれから家に戻らずに お春とどこかに出かけたらしく帰ってくる様子もないまただ崎知のために支度した夜のおかずが無駄になったがこういうことはもうひとつきも前から続いているのであるお富のようなことを言ってしまっては身も蓋もないことになる 茶の間に戻って一人でお茶を入れて飲みながらお米は考え続けた口に出してしまえば忠吉は待ってましたとばかりこの家を出て行くだろうそしてまた一人になるお米はかすかに身狂いした 黙って知らないふりをしていれば、忠吉はまだここを自分の家と思って戻っては来ているのだから、そのうちお春の正体に気づいて、切れてくれないものでもない。お米は考えに疲れて眠気がきざしてくるのを感じた。だが、 忠吉が戻ってくるまでは起きて待っていようと思ったお米は火鉢の淵に手をかけてこくりこくり船をこぎ始めた時々はっと目覚めて辺りを見回すまだ忠吉が戻っていないのを見るとたとえようもない寂しさに襲われたがまた眠気の方が勝った お米は首を垂れて眠った人の気配に目覚めると忠吉が立っていたお米は慌ててまいを直し髪をなでつけたおかえり先に寝てればよかったんだ忠吉は不機嫌に言って どしりと火鉢の向こう側にあぐらをかいた酒のにおいがしたがおヨネは気づかないふりをしたご飯はんは食ってきた忠吉はおヨネが入れたお茶を乱暴にすすりながら何か考え込むような顔をしていたがふいに笑顔になっていた おばさん前俺に養子になってここで嫁をもらえって言ったよなまだその気があるなら俺そうしてもいいと思ったんだが相手はどんな人だねおよねは胸の動機が高まって 息苦しくなるのを感じながら静かに尋ねた「分かってるだろうお春だよお春」「バカ言っちゃいけないよ」およねは低い声で言った「どうしてさあいつここじゃ随分悪く言われているらしいが話してみると」 気のいい女だぜ。おばさんにはさんざん世話になったから今更捨てるわけにはいかないって俺は言ったんだそうしたらあいつきちんと面倒を見るって言ったぜ俺もよそうなったら表に一軒家を借りてようちゃんと暮らしを立てなきゃ と考えてるんだありがたいけどその話はなしにしてくれなしにしろって養子の話かいそれともお春のことかい養子の話だよお春さんのことは私は口出ししないよそうかい 田田吉胸ただがをお米はその動きでたき吉が一度に自分から遠ざかったような気がした「それじゃあおばさんと一緒に住むわけにはいかないな俺出て行くしかないぜああ出て行っておくれ」おは少し震え声で。 やっぱりそう言ったその時が来たんだろうからねその夜床に入ってもおヨネは目がさえるばかりだった忠吉も養子にと思ったことはあるだがそれは遠い昔のことなのだその考えをぶち壊しておきながら 忠吉は今そのことをどう思っているのだろう。お米には忠吉の気持ちがわからなかった。だが、はっきりとわかっていることがあった。お情けで面倒を見てもらうわけにはいかないということだった。いくら育児なしだって、これだけは譲れないという。 意地まで捨てるわけにはいかない。眠れないままにおヨネはいつの間にか台所にある出バ包丁のことを考えているのに気づいた。今夜にでもすぐ出て行くかと思ったが忠吉はそうはしないで茶の間に寝ている。聞き慣れた軽いいびきの音がしていた。 だが忠吉は明日は出ていくだろう。そして二度と帰ってこないのだ。そう思った時おねの頭の中にまた包丁がちらついた。だがその考えに疲れ果て私には到底そんなことはできやしないと諦めがついた頃。 おねに深い眠りが訪れた忠吉がおねの家を出ていくと間もなくお春も裏棚から姿を消した何があったかはおねに聞かなくとも分かっている裏棚の者たちは気の毒そうに遠くからおねを眺めるばかりで しばらくは声をかける者も,もいなかった。声をかけかねるほどおよねはふけ込んでしまっていた。染めることもなくなった髪は前よりも白髪が増えて、くれ時に路地ですれ違ったりすると老婆かと思うほどだった。人の話にも加わらず、 洗い物で井戸端に出てくる時も人がいない時刻を見計らってこっそり済ますのである数日人の前に姿を見せないこともあったある日の夕刻井戸端にいたお富は下駄屋から戻ってきたお米を見かけて思い切って声をかける気になった いつまでくよくよしても始まらないよおよねさん。音美は水でぬれて赤くなった手を胸の前でいじりながら考え考え言った。若い衆ってのはさ自分のことしか考えやしないんだからそういうものなんだと諦めるしかないのさ。 私だってさ今の亭主と一緒になるときに親に反対されてねさんざん泣かれたけどその時は親のことなんぞ頭になかったいずれ自分が親の身になって今度は泣く晩に回るんだろうけど若い時はそんなこと わかりゃしない。手前勝手にやりたいことをやっちまうんだよね若いもんのことは諦めなよおねさん元気を出しなっておねはうなずいてかすかに笑ったそして足音を立てずに 家の方に遠ざかっていた。